原価歴は中国歴の一つで、かつて中国やくだら、日本などで使われていた大陰太陽歴の歴法。中国の南北朝時代の南朝宋の天文学者の何上天が編纂した歴法である。中国では南朝の宋、聖、寮の昭和朝で、原二22年から天下8年までの65年間、用いられた。19年に七純月を置き、 一対応年を365プラス75、304日、一作防月を29プラス399,752日とする。何条点は、軽書歴の当時が5巻4分歴の観測値に従っていたため、実際の当時より3日もずれていることを指摘し、天体観測のやり直しを行っている。また、昨日の決定に、 月の地足を考慮した定位た地方を用いようとしたが、反対が多く採用はしなかった。日本には朝鮮半島のくだらを通じて6世紀頃に伝えられた。当初はくだらから渡来した歴博士が暦を編纂していたが、くだらの暦をそのまま使用していたと考えられる。水古天皇10年にくだらから学僧の貫禄が歴本などを携えて来日し、 企画人形の指定らにこれらを学習させた。平安時代の書物、政治要略には、水古天皇12年正月昨日に初めて、日本人の手によって作られた暦の反復を行ったとの記述があり、これは原価歴によるものであったと考えられる。自童天皇6年からからとの説もある、中国から輸入した新しい暦である。 技法歴を使用するため元火略との波用をはじめ、5年後の文武天皇元年からは、原火歴を廃して、技法歴を正式に採用することとなった。2003年2月26日、飛鳥時代の宮殿もしくは役所跡とされる、奈良県飛鳥村の石上遺跡から、原火歴法に基づく、区中歴を記した木管が発見され、検証の結果、これが、 自動天皇3年3月、4月のものであることが分かったとなら文化財研究所が発表した。原価歴による暦の実物は中国にも残されておらず、大変貴重な資料である。2011年9月21日、福岡市西区の元岡古墳群 g 6号墳で、原価歴法による歴実監視推算結果と一致する。 大都市公院正月6日公院と刻まれた造岸大島が見つかったと福岡市教育委員会が発表した。この名文が仮に日本で刻まれたものであるとすれば、原価歴史用の実例としては日本最古となる。ありがとうございます。